皆さん、こんにちは。はい、日本シニア崎生です、えー。共通テストのですね、2023年のお問題があついにですね、えー、やってきました。さて、えー、ではですね、えー、どんな感じなのか、あ今からあ日本最速のお完,全解完全解説ですね、動画を上げていこうと思います。えー、ではですね、えー、かなり今回はパッパッパッパポイントだけいきますね。では、第一問です。 えー、まずですね、まあ、ここら辺皆さん読んでると思いますので、はいえー、見ていきますと、早速問いのお1番ですね、えー、資料の一三から読み取れる内容について述べた文として正しいものを選べというものです。はいではですね、えー、今回まず見ていきますと、どれか1番目。 該当すする分を見ていくことになります国軍の設定や分割は地方豪族の話し合いで決定した。まあ、これですねはいでですねまあ率直に言ってですねこれ見ていきますとまあここにですね、えーまあ、こんなふうに書いてありましてあくまでこれはですねはい、まあ 菊田の軍,軍を作る話は書いてあるんですよ。でも国の話ではないんですよね。で、えー、こ,ちらこちらも、はい、同じように氷の宮家・宮家を設けたって話だけです。で国についての話は全く書いてないですね。で資料の2で諸国の境を定めしむとしか書いてないので。 国の設定というこの部分は全くないんです。よってこれは書いてないんですね。えー、書いてないため基本的にバスということになります。で、2番目ですが、はい、えー、これです。で、この <coughs>、どこに記述があるのか。まず見ていきますと、 これですね、こう書いてあります。ごめんなさい、こ,こでした。ということで、えー、六つの国のいわき、しわは、なめかた、わた渡と菊田のむ、ね、六つの軍を裂いていわきの国を置くつまり既存の一か国を分割したんじゃなくてこれ、逆ですね既存の多くのものが合同したんですよね。 ということでこれがまあ2の <laughs> 該当箇所ということで内容的にベクトルが逆だからバ×です。3番目です。3番目ですが、はい、太古の改新より前に国の都の支配領域を分化して作られた。ではこの、これどこに載ってるかというとこれがさっきのここですね。これです でこれをずっと見ていきますと <laughs> まあこうやって作ったという話が書いてあるんですが問題はですねこここれがこう書いてありますで太鼓の改新はもちろん645ですから後ですよね、まあ、これが今言った3番の該当箇所ですよってこれ、えー、前ではないからバスということになりますはいでよって答えが4でしょう じゃあなぜ4なのかでは4の該当箇所を見ていきますと実際にほらこれ養老2年養老,養老元年が710年これ718年で養老は大砲よりも後ですね。ということはこれ作ってますよねだからどう見ても4番が正当ということになりますはいでは続いてですね い、えー、のにです。中世における東アジアの出来事について止めた分の、まあ、並べ替えというこのになります。はい、まず1番がですねこれ天竜寺戦、室町です。大まかに見ると室町、えー。2番がですねはい、これ鎌倉ですね。三別町の乱はモンゴルが攻めてくる猛虎襲来の前です。 で琉球王国ででで国きたのも室町ですでちょっと1と,2で1と3でも迷うと思うんですが1番は1342年だから14世紀こちらが1429年だから15世紀ということになりますよって213と,ということで答えが3番ですはい問いの3です <laughs>、えー、まず大阪の席があってで白川の席があってはい まあ色々こんな感じですすすねねの話ででよく出ます、ね、では早速これ見ていきましょうまず X ですはい X は反乱を起こした人物が地方に逃亡するのを防ぐ役割もあった古代では実際古代見ていきますとこう書いてありますね、えー、平成大乗天皇の辺屈指この辺ですね嵯峨天皇が大阪の席を守らせた。 で古,代で古代では国家の非常に席を封鎖する、まあ、これをね、えー、固める席と書いて「古弦」なんて言い方をするんですけどね、まあ、これは犯罪者が、ね、逃げないようにするんです特に東国に行くとね、えー、東国の兵なんかとこうタイアップするのが危険だからです。かつて大雨の御子がそれで東国の兵と結びついてで人種の乱に勝利した例がありますよね、えー、だからあ実際長陽の変とか、えー、そして海老能勝の乱の時とかも を公言をしたという話があります。よって答え x は丸でしょう。はいまあ、これが今言った x の該当箇所ということになります。はい、では次です。y ですが、はい、中世ではえー、教会の外側は拡絶されたいい木と認識され、その地の産物はああ、忌避されたと考えられるはい、じゃどうなのかというところを見ていきますと。とまず中世。 で,すね、では、はい、こう書いてあります。北海道が、えー、江戸ヶ島と呼ばれた、まあ、この字からね、寄付された。いいんじゃないですか。なんかね、えー、変な感じだと。ところがですね、蝦、ま、夷、あ、地がね、隔、え、絶、ー、された地域というのはいいんでしょうけど、産物が寄付されたかどうかにつきましては、こう書いてあります。安藤氏を通じて、アザラシの毛皮とか昆布が攻撃された。 いつも入ってきてますよね忌避されてませんよねはい <coughs> ここから Y は×ということになりますよって答えはの ② 番ですねまあ、この忌避というところが×ということになりますはいでは続いてですね問いの4です問いの4ですがまず空欄の A の前ですねはい、えー、地図の3ははい原録はい 木に作られたもので幕府は国営図を提出させた空欄を確認でもこれは村高村高ってのは村の国高ってことですね電波との工作者がどっちかで、では地図の3を見ていきますとこれですねそうするとここに881万5くちゃんと書いてありますねそれぞれこの丸のこれを何かっていうと丸は小判型が村村の国高が書いてあるってことですねこれが村高ということです よってこの段階で、まあ、これが消えるということになります。はいでは続いてですね、空欄の「い」ですが、空欄の「い」の前後を見ていきます。えー、まず、「い」の3ですね。で、蝦夷地の測量、それは空欄に関係していたんだと。で、えー、これどちらかというと、まあ、ロシアとの間で国境が定められていたのは、これ、日露和親条約から後ですね。 ですので、まだ結んでませんね。だから、よって答えは、<coughs> 東エイドスの直轄化ということになるでしょうね。はい。さあ、では次の問いの5番です。これは普通の知識問題ですね。はい、朝鮮沿岸に派遣された日本の軍艦が、測量をしつ,つ挑発行為を行ったことをきっかけとして、朝鮮との間に軍事衝突が起こった。もちろんこれは、はい、運用号、はい、 ということで、効、え、果、ー、等事件の a です。えー、y ですが、もう開運業が盛ん、えー、これは何ですか？輸出増加大地対戦対戦契機ですからで、答えは ad の2番即答でしょうね。はい、ではトイレの区です。えー、続いて今度ははい、えー、正しいものの組み合わせで。まあ答えを見てわかるようにもうこれ、これで選ぶか。これで選ぶか、それぞれ1個ずつ選ぶことになります。 では A からいきます。えー、古代の律道制度は、出度が行政区画の単位として用いられており、はい、国,との国と国との <coughs> 社会は確定されなかったものと考えられると。はい、<coughs> で、これは、はい、ここですよね、資料の原文のところの2番に、ちゃんとここ書いてありましたね。 諸国の境を定めたと書いてありますね。これが今言った A の答えです。これが A の該当箇手です。よって、はい、A は定めてますからバスということになります。続いてですね、はい、B ですが中世では想像を交えて日本列島とそれを取り巻く宮地域を描いた地図も作成されたと考えられる。 ちゃんどこですかえっ、ー、とですね、見ていきますと、この海洋文のここにこう書いてありますね。これが中世、地図の2、金沢文庫ですから、地図ですね。これ、鎌倉でしょうかね。はい。<laughs> で、見ていきますと、こう書いてます。存在しない国や想像上の国もあると。日本の周りを取り巻く過言というか、竜という説。まあ、ここですね。これが はい、B, B じゃなくて、えー、Y か、はい、ですよね、はい。ごめんなさい、B だ。B の説明ということになりますね。ということで、今のところ、ここがですね、B が丸ということになります。では、続いて C ですが、幕府が国譲を提出させたのは、全国支配することを確認する目的があったら考えられると。はい ですよこれで一応そうですね、えー、ずっと見ていくと諸藩、はい、<laughs> に命じて国絵図を作らせて何度も作らせただから日本全国にやらせるわけですよね。ということでまあこれが可能性として <laughs> 濃厚じゃないですかこれが C の「俳優 U。<laughs> C は以上から丸かな。 いやでどうなんですか。えー、でーにつきましては、ここにこう書いてあります。陸の地図より海の地図が重視され、それ以上の日本の地図は帰り見られなくなったと。どうなのそのちょっと前にこう書いてあります。ははいうん伊能の地地図図幕末にに日日本本来航しした外国船が日本近海をを測量した地図を 作成したた際にも利用されたつまり改造を作るときに使ってると書いてありますね。ということは、かい離見られないわけではないですよね。ということで、ここから、今の場所、はい、これが×。よって答えが BC の3番ということになるのではないでしょうか。はい、では、続いてですね、大問の2を見ていきます。 えー、問いの1です。陰陽道が成立する以前の日本列島の進行のあり方、まあ、これ、本文関係なくいけます。まず1番は土偶は女性です。だから×ですね。えー、そして、えー、2番、邪馬台国の浄意卑弥呼は貴道貴道を起こる年、抑止を惑わす、有名ですね、答えはこれでしょう。3番ね、えー、これは、はい、もちろん、えー、沖ノ島の間違いです。 世界遺産ですから覚えておきたいですね。そして四番はこれはふとまりの説明ですね。全然違うからこれもバスということになります。まあ基本的にこのあたりは簡単でしょうね。はい。では次のね二、えー、番です。といろにです。えー、これも知識問題です。まずエックスですが、はい。御殿ろの作成ということから中津川小です。 そして天皇の祖母の機密文書の役所、これはクロードどころ、長官がクロードの塔、だから答えは BC の3番です。ちょっとセンターっぽい問題ですね、これあたりね、はい、問いの3番です。まず、藤な氏を外としない天皇によって徴用され、まあ、これ、宇田天皇でしょう。その天皇の退後、宇大臣となりだ、えー、太宰府に左遷、これ、菅原道種でしょう。はい、菅原道谷さんです 正体の編年です2番目左大臣藤原兄弟の陰謀次害これ長屋王です奈良時代長屋王の変729年何食わぬかをなんと覚えてきます天皇の弟皇太子都の造営これ長岡京でしょうね長岡京造営長官まあこれ種継ぐ種継ぐ暗殺事件ですで淡路へ流された佐原親王ですね 長岡共戦都が784年、今回その翌年の5年かな、はい。ということから考えると答えが231。はい、231の4番ということになります。これが答えです。はい。では次です。次の問題です。では、早速いきます。まず問いの4番かな。問いの4番。 はい、これ資料を読んであごめんなさい。こ5月、ね、はい、資料小指の影響に説明した xy について、正誤の組み合わせ資料12を踏まえろということです。では x からいきます。はい、えー、まずですね。小指に書かれたその日の吉凶が中央のや地方の西部には使われていた。はい、じゃあどうでしょう？では、該当するところを見ていきます。資料の位にこう書いてます。 新しい役人ですね新任の凛任国に赴く時必ず吉居を選びなさい吉祥を選んで立ちに入りなさい国書の許可、資料を見ておこうね、えー、そして吉祥を選んで交代制を始めたもうことまあこれ儀式をしなさいつまり選ぶわけですよね、えー、どう見てもこれがはい、X、ですよねこれが X ですからまあこれは正解ということになりますはいでは次に y です えー、貴族の日常生活には、愚中的に記入された、暦 <coughs> に、ねえー、影響を受けていたと。じゃあ、見ていきますと、資料の2です。まず起きて、次に鏡を取って、表を見て、でですね、暦を見て、火の吉居を知ると。はい、えー。こんな感じです。でですね、えー、一応、そんなところですね。 でその後がですね次に日を選んで目標せよ年中の行事をほぼ九段の小曜日に注視ねえー、印つけ日ごと見るのついでにまずそのことを知って兼ねて持ってを用意せよだからいろいろとですねまあ,あそれに影響されて生活するということですねこれねだから 生活が影響されている、まあこれですね。これが y。よって y も丸でしょう。丸丸の一番かなと思います。はい。ええー、問いの後です <coughs>。まず a ですが、天皇が小耳を貸したのは、天皇が時間を支配していることを示す意思があったと考えられる。 ちょっとこれはね難しいんです判断に迷ったと思いますで。はっきり言ってですね、ここにはね、えー、そこまでの正直にストレートなことは書いてないんですね、これ見るとね。はい。まあ、とにかく天皇からこう与えられたということしか書いてないですからね。はい。なんとも言えないです、今回これにつきましては。じゃちょっとこれは保留しましょう、しょうがないです。で、B ですが、 これは見て分かりますように ABCD で解くしかないんですよね。で B が、はい、地方の役所はものを独自に作成していた。今のところにこう書いてありましたね。下級の役所や地方の役所でも下級された。つまりそれを使ったと書いてありますね。ということから考えるとこれ独自に作ったわけではないので、まあ、B が×。 A が丸にするしかないんでしょうね。これはね消去で仕方がないですねそして C ですが、はい、重要な年中行事は愚中歴を利用した日記に書き込まれ前々から準備を始めていたと考えられるはいでこれはこう書いてありますね平安時代になると摂関家は上級時代愚中歴にそれを利用して日記を書き残すこともあったと でいろんなことを細かかく書かれてていちゃんと書いてありますこれが、まあ、C なんでしょうね。よって C が丸でしょう。で逆に言うと D ですが貴族の個人的な吉居を占わなかったと考えられると。でこれもちゃんと書いてありますよね。はい。 最初のところですね A の文章こう使ってないですかねはいまあここにこう書いてあります個人のことに関わったとちゃんと書いてありますねはいということでそこからこれがまあでの背景ではないかなと思いますちなみにですね、えー、さっきの えー、B の紛らわしいのは B の紛らわしいのはですね一応ここに地方でも陰陽師がいたとか、えー、地方にもやはり陰陽師がいたと書いてありますただ小指が地方で作るわけじゃなくて独自に作ったということは少なくともここには書いてないということですよね、はい、では早速ですねえー、以上で 答えが、D、がだから AC ですかね1番となるんでしょうでは次ですさて、えー、第3問ですがまずですね、えー、問いの1ですから問いの1ですがまずこれ 京都の中心地を調べる方法ということで、ですねまず、<laughs> X、博、えー、調査の報告書によって、これがまとまった出動した場所を調べる。で、見ていきますと、左側にこう書いてありますね、本文に。はい、<laughs> 黒い丸が集まっていると。黒い丸は酒屋の位置だと。で、その酒屋から何が出ているのかというと、<laughs> これですね。 つまりこれが、まあ貨幣ってことがわかります。貨幣が出てる。だお金が何に入っていたかだからもちろん、金でしょうね。そして Y ですが、資料や京都を描いた絵画によってそれが取材した場所を調べる。はい。で、ちょっとこれね、ヒントがないんですよ。まあ、左側を見ていくと、 京都に、えー、まずですね住む権力者が物資が集まったことによって発達していった。戦乱によって広範囲と京都が富裕な商工業社によって発行。経済活動が活発。まあ、このぐらいしかないかな。とにかく経済が活発としか書いてないんです。で、経済が盛んになるものですね。これ、京都の中心地です。で、まず関所はですね、これは入り口に作るものですね。これはいわゆる まあ、あ高速道路の料金所みたいなものですよ。だから中心地には作らないから消えます。よって答えが店棚でしょうね。はいだから AC の一番ということでしょうね。要するに商業は盛ん <laughs> で、そこで店棚があって、えー、物を陳列して、で取引をしたということです。はいではね、<laughs> 問いの2です。これ単に並べ替えです。 まず1番です。保祥寺、まあ、これ陰性期白河上皇です北条氏これは道長の頃摂関政治期ですねで前宗は鎌倉時代です、ね、まあここから考えるとはい213も即答でしょうねでは問いの3番ですはい <laughs> 1500年 エリゼデレーですで、えー、次は1485年大内が発布したものだとじゃ色変えていきましょうかまあいずれもエリゼニデレーですじゃちょっとこれ色変えるのは後の方がいいかなとりあえずじゃあ一応これ線にしとこうかはいさあではですね見ていきましょう まあこれもちろん恒例のこれ,これから選びますじゃあ違いを見ていきますよもう早速 A ですが <laughs> 使用禁止の対象されているゼリが一致 B は使用禁止と対象されているゼリが一致していないじゃあ使用禁止ですがこう書いてありますはい <laughs> 支柱線はダメこちらははい 境線、後部線、内調べ3種類の排除。だから、この後部線とのが入ってますね。だから、一致していませんね。だから、よって答えがこれです。では、続いて、さて、えー、CD ですけれども、はい、英楽通報は、ああ、 京都で山口ででで共に好んで受け取ってもらえ京都での需要が高かったことが分かる。a 楽通報は京都で山口で共に転んで受け取ってもらえず市中での需要も低かったことが分かる。はい、でどっちかということでまず a 楽通報でてくのはここはい。a 楽通報は取引に使用しなさい。こちらは a 楽通報は選別して排除してはならない。つまり 排除されてい逆に言うと取引に使用していなかったということですよ。だからあ排除されていたので排除されていたからするなということですよね。 つまり受け取ってもらえなかったということなんで、それまでが答えがでここの問題ですね、どっちかでいうと。はい、ということで答えは BD の4番ということになります。はい、問いの4です。家政部 C について京都で花開いた芸術文化について述べた分として誤っているもの。まあ、これはですね、まあ、普通に考えて即答で4番。なぜかというと、表年図は大和絵ではなくて水墨画だからですね。はい、えー、大和絵といったらですね、えー、あれですね。はい 土佐派とかそんなな感じになりますはいよって答えが4番ということになります。では問いの5番目です。<laughs> まず、中国大陸から日本に来るの。まあ、さっきの流れでいくとこれ、同線ですね。民線。だから A でしょう。A が入ってきます。で、Y ですが、<laughs> 地方と荘園との取引 これ何ですかこれがかわしかわせでしょうね貸し上げは金融業者だからありえないでしょうで国家でフるはがこれが年貢ですよね年貢当時は年貢はお金を納めるから洗脳大洗脳の C よって答えが1番ということになりますはい <coughs> では次第4問です まず、早速、空欄 A です。<laughs> 空欄 A ですが、17世紀前半に空欄したことによって、江戸と全国を結ぶ陸上交通が発達したと。まず、<laughs> A。A って何ですかこれは参勤交代。参勤交代は、家光の頃、1635年ですから、これが丸でしょう。 なお B ですが、江戸時代、関所は廃止してないですね。設置してますから。だから、ストレートに B が誤りだということが分かると思います。で、続いてですね、その後戻しますと、えー、どうですか、空欄 E。はい、17世紀中頃までに、いいですか、17世紀中頃ですよ、空欄を止め、水上交通も発達。 C はおかげまりおかげまりはまだ時代が違いますよねだから×ですでもちろんこれで、えー、いわゆる東回りコール西回りコールとかの話です東回りや西回りまわ、あ、りそこら辺を考えていきますと、えー、河村瑞賢答えが D でしょう恒例のこういう組み合わせですからね、まあ、今回はこのシリーズがすごく多いですね答えが a 例です まあここら辺も解いてる分かってると思いますが今年ちょっと平均値上がりますよ多分じゃ、まあ、問いのに1番目なるべくい問題しかも本文関係ないですねもはやね糸アップ制度1604年徳見東家常吉です1694年そしてこれは何ですか何年とは言えないが田沼のことでしょうねまあ18世紀後半 ということで、1、2、3の1番。しかもなんか1番が多いですね。はい、では次です。問いの3。えー、安政文部人命録。文がです。ごめんなさい。じゃあ早速いきましょう。まあ、語順。語順ってこいつです。語順。はい。右肩に書。書。得意科目ものが書いてあると。で、使われてる版なんかも載ってると。 はいで居住地、これですねで、これが本名だと。さて、ではいきましょう、<coughs> 早速 <coughs>、関東以外の場所に領地を有する大名には使えることがなかった、今、書いてましたね、ここに藩が載ってる、じゃあ見よう、早速、備前藩、岡山県ですね、津山藩、まあ、この辺りからもバスですね、西日本です。 では次西洋の学術を研究する者もいた。どうですか蘭学って書いてありますね、ここに、ね。よって Y は丸よって×丸の3番ということになるでしょう。はい問4です。<coughs> えー、1751年、中国に漂着した件というところからいきます。まず、アモイに送られ、 吟味これありはいじゃああとはちょっと問題見ていきましょう A からいきましょう資料2によれば漂流民の送還にあたってはい中国の役人と日本の役人との間の公文書がやり取りされたはいじゃあまず現実的なところを見ていきましょうこう書いてあります右のアモイ解剖帳書士より私文公文書 1通で菅沼市から海市、はい、この幕府からの返書があったと解剖庁は役所ですということでこれがまあ A の該当箇所ですよって A が丸 <laughs>、はい b ですが <laughs> 中国の役人が日本まで同行して漂流民を送還した はい、見ていきますと、ここです。えー、何か、まず中の4から、これは線維や通訳、線維や通訳が言っただけですね、これが、A、B です。だから B は× <laughs> と、役人ではないと。 はい、C ですが、この漂流事件が起きた当時、日本と中国の正式な外交室の行きはなかった。江戸時代ですか、1751年、なかった。これが丸でしょう。はい、D ですが、中国から日本に渡航する船の数制限、これ千1715年の開発後と令ですね。ねはい、えー、で今回、1751年と書いてありますね。だからもちろんこれ されてますから、バツ。よって答えが A. C. という確認ができると思います。では、トイレ五番です。最も適切なものです。まず、言いけるような大名の家臣団は。<laughs> 主君と家臣が。<laughs> 血縁によって結びつく。血縁関係ないですよね。主従関係なだけです。二番ですが。村民の結びつきは強く。 バックもそれ隠居して年号を収める。で、答えはこれなんですが、なんでか。これ、ちょうどそれに誘導するフレーズがありましてね、えー。最初の文章の秋キさんのところかな。はい、結び付きを持っていた。これですよ。これが今の該当箇所ということになります。はい、で、3番目ですが。 商人が俳句をたしなまなかった。なわけないじゃないですか。じゃあ、松尾芭蕉どうなんですかはい。4番目。<laughs> 江戸後期に奉公人が出稼ぎ人が多くなった。まあいいですよ。彼らに寄せ場組合を作らせて意味不明です。この寄せ場組合は、これは農村をいくつかまとめて作ったんです。農村の集合体です。 だから別に <laughs>、この、えー、出稼ぎとか奉公人とは関係がないです。よってツです。関東は取締役の株組織ですからね、これね。はい。<coughs> では、第5問です。えー、牧野千1860年に生まれてると。では、早速いきましょう。X。 はい、これはどう見ても英米仏壇 4, 4国艦隊下関砲撃事件ですよねだから下関でしょうでこれタン知識問題内務省の長官初代内務卿は大久保さんです即答ですねよって答えは BD の4番です問いの21番目 <laughs> まず熊本で反乱を起こしたはいこれが1876年神風連もしくは京神島の乱です2番目これ井上薫の条約改正交渉ですねこれって何でかこれ六名間六名間外交です はい1880年代です。3番目。伊勢神宮のお風呂が降ってきた。乱舞。これ A じゃないか。A じゃないか運動。A じゃないか乱舞です。幕末。1867年正確にということで、3、1、2。答えは5番ということになります。はい、問いの3番です。 えー、岸田が1880年に発表した文章岸田敏子はですね、えー、中島あ信之というね、最初の衆議院議長の奥さんです。女性として初めてですね、えー、演説した人ですね、箱入り娘ってやつです。では、早速いきます。えー、X ですが、資料によると、岸田敏子は、男性と女性の知識の差は、えー、教育や人的交流の機会の差によって生じたものと述べている。はい、どうでしょう。 ではまず見ていきますね。早速いきますと本文に何と書いてあります男子の優れたる者の女子より多かるの断りは押し得ると教えざるとの互いまた世に交わることの広きと狭き人によるものにて自然に至る精神力によってさえあるものにははべらぬぞかしこれが X の該当箇所です。よってこれが丸です。Y ですが 当時の女性は小学校で国定教科書に基づく義務教育を受けていた。当時っていつですかさっき言った。1884年ですよ。はい。で、この小学校国定教科書は、小学校令、いわゆる学校令の一つ。これは少なくとも、えー、1884年。はい。えー、しかも、国定教科書。はい。国定教科書はですね、これはずっとアウトです。 1903年から国定教科書です。この国定は。ということを考えると、絶対に×です。ということで、答えは、バツの2番ということになりますね。はじめ、検定、のち国定ですからね、えー。国定というのは、あの教科書、疑憶事件という、教科書の汚職事件があって、検定性から国定性になったんですよ。はい。では、続いてですね。えー、問いトイレ4。 というのですが、まずいきますとこれは面白い問題でこれねえ実は世界史がこういう出しを従来していただきてそれを導入した初めてこれ初めて今までなかったタイプの問題です。まずい、えー、きますよ設定上林の父がトンデン兵となっているのはチーズとして林の父が亡くなる前にトンデン兵と応募できたのは平民だけだよね。基本的にこれ平民だけ まず言ってますようにのみだけ全ては基本的にバツです。生後問題のみだけ全ては基本的にバツです。はじめは士族が中心です。えー、種族が中心ですだから、これはバツです。だから、タクが間違ってます。ユキですが、史実として、憲政党の結成。まず、憲政党の結成は1898年です。リンが設定上で結婚した年、結婚した年よりも後が前か。はい、結婚したのはどこですかはい。えー、20歳の時に結婚したと書いてます。 リンが生まれたのが、はい、1800、えー、どこでしたっけリンが生まれたのは一番最初がここは60年60年って書いてますね60年ありますねだから60年プラス20だから1880年ってことですで80年に結婚してるわけですよで98年ですからあとのことでねこの設定を修正した方がこれ「雪は丸です雪は丸です はい、ではこの段階でまず3人とも正しいわけがない間違っているわけでも勇気が正しいだから3は、えー、丸の可能性がありますそして解設定上でリンがドイツに滞在していた期間滞在していたのは21歳からだから、まあ、ここですねつまり81年から滞在ですよね81年からで明治、えー、政府の要人がドイツで憲法調査これ伊藤ですね伊藤がドイツに行くのは82からなんです ということは、これも丸ですね。だから、×○○。だから、3番はのみが×。よって答えが4番ということになります。はい。では、最終問題、第6問です。えー、っと、まず、早速いきますと、はい、問いの1です。はい。えー、まず、学生。はい、学生は、はい、どうしたのか。全国八大学、そして32中学、2百十小学校だから、 全国確一的にですよね。よってこの段階でこれがまあ消えるということになります。そして戦後1947だからもちろん教育例は79ですからね、1800年、ね。答えが4でしょうね。6334世、ここからもまあ学校教育法ということが分かります。さあでは次の資料の1です。はいでは X です。修学旅行生が国際的反布の都市と主張した上海は、はい、安政の5か国条約の 提携する前に開港していた。これはですね、えー、知識問題ですで。安政の5カ国条約が1858年で、えー、このお上海の開港はですね、えー、もっと前ですね、これはアヘン戦争の時ですね、はいえー、アヘン戦争の後ですね、南京条約ですね、えー、によって開港、これはあいわゆる1842年。 の南京条約によってなんですちょっとこれはね、歴史っぽい問題で、ね、えーまあ、今後、こうあたりのね、えー、近現代の外国とのつながりが分かってないといけないってやつですね。まあ、いずれにしてもこれはまるです。そして、えー、Y ですが、これは読み取りですよ。はい、日清戦争の勝利で得た日本の利権の一部を目撃一旦目撃したり、新国の敗北に対する上海市民の反応を体験したりしたと。で、ここですね。はい。 周囲からちょっと画質が悪いのはすみませんね。はいえー、東洋にの罵声を浴びつつ、えー、品人街や城内の見物をなし、えー、戦勝の利権を得て、えー、新設されたうんぬんで過ごしということで、まあ、このようなところ、まあ、ここら辺で罵声を浴びた、これがね、はいえー、こういうことですよね。はい であと、戦勝の利権を得て申請されたこれを見物。それがこの前半ですよね。だからこれも丸でしょう。よって丸丸の1番。なんか今回全体的に1番が多い気がしますね。はい。では、次の問いの3番ですかね。まず見ていきますと。はい。えー、1番目。14から15日。14から15日。えー。 そうですね、でここプサン朝鮮朝鮮初代総督府はもちろん寺内田家ですはい、はい、×2 番目17から18日の宝持ち神社を訪れてないのは満州に神社がないからです17から18日確かに訪れてませんでもねここ見てくださいこれってどこだか知ってますか これ満州国の首都なんですよ。ですぐここに神社ありますよね。ということはあ違いますよね。満州に神社あります。よって罰です。そして3番目です。日中戦争のきっかけでの衝突は22日の訪問地の郊外で置かれていた。これ、法天,天郊外は竜城港、日中戦争は盧溝橋ですね。盧溝橋は違います。北京郊外です。 で4番目です。担当を取る工夫は訪問地の1つ、23から25、どこですか、両順です。はい、両順にあります。答えはこれが丸ということになります。はいでは、続いてですね、えー、資料の2です。はい、えー、まず、表2によると、はいいずれの炭鉱によると、労働者の3分の2以上が勤続年数の3年未満、1年未満が最も多かった。 ちょっと見ていきましょうまず1年未満が最も多かった確かにそうで3年未満こういうことですねということでまあここはいいんじゃないですか丸じゃあ BB ですが 多府県の労働者が多ければ多いほど勤続年数が短くなる傾向にあったどうですかはい、多府県、これですね、ここ。一番多いのはどここれです。ここ見ていくと、どうですか勤続年数がはいみ、ごめん、短くなる傾向があった。短くないですね。一番短いのはこれ。 今回はこれだから違う。はい、C 資料2によると炭鉱内に女性は入ることができず弁当を届けなければいけなかったまずですね女性が子供を背負って弁当を届けるまあここはいいですよところが後半見て何で書いてますか して行動に入ると頭をつまり女性入ってますよね頭は子供もを担いで入っておるってことですねだから入ることできますよねツ。で続いてですね子供の教育よりも家計を優先する炭鉱労働者がいたことが分かるどこかというとこう書いてあります 他人に幼児を預けると10歳いるから大変によって学校は完結、完結で休む。はい。ということでですね、えー、学校ですね、休もうが何だろうが、まあ、そのまま行くわけですよ。かけるのはが大事だから。ということで答えが A、A での2番ということになります。はい、問いの5番です。 河川部 E。河川部 E はどこだと言いきますと、河川部 E どこ行った河川部 E がないな。これだ。はい。1912年です。1912年なんです。では、早速いきます。まず1番、地方改良運動。まずこれ、1908年。 でまあ、そこはいいんですけども、1909年か、まあ、それはいいんですけども、まあ、そんなことよりも重要なところは中身ですよね。外国人を日本各地に居住させるんじゃなくて、これは地方の立て直しのために、町村を再編成して、租税負担力強化とか、そんな感じですよ、西露戦争後です。明治40年の強行に対応した,たのものです。2番目、西露戦争に日本のファシズム、ファシズムって西露戦争の時使わないです、そもそもね。 3番目、当時日本は産業学部の中で生じた貿易赤字に苦しんでいた。まあ、これでしょう。で、外貨を獲得したい。答えは3番だと思います。えそうなんですか、4番は ?4 番の、これって、第一次大戦後ですね。ウィルソンの民族自決主義の後。で、今回は1912年だから、まだ、あ、第一次大戦始まってないですよね。よって、バスということになります。 はい問いの6です。では早速いきます。まず A ですが、これも ABCD から選びます。A ですが、海洋博の開催は沖縄がアメリカの市政権下にあった時から検討されていると。もしくは返還されてからどっちかと。これは簡単です。だってここで71年の段階でこう来てますよね。ということはもちろん、 えー、市政権下にあった時期これが丸です返還は72ですからだからこれがバスということになります C ですが観光客が増えると景気回復歓迎だ経済的な利益増えているのは日本の本土の規模だとんでもないどっちなんですかこれを見たら分かりますすぐこう書いてあります観光客増えても本土の資本が吸い上げる 本土への恨み節、これが、はい、デの場所です。よって、これが、マルチゴロになります。よって、答えが、A デの2番ですね。えー、最後に、問い7です。冷戦の中で、西ヨーロッパと同様に東アジアでもアメリカを中心とする多国間の共同防衛組織え、NATO というのはありますよね、北大西洋条約機構。日本は日米安保とかね、結んでますけども、別に、 アジアに軍事同盟はない。これ存在しない。存在せず。だから×です。そして2番ですが、これアジアアフリカ会議は、これバンドンですね。だから×、××ツの答えが4番。以上で終わりです。えー、最後に、ね、何点か一つ目ですけども、まあこれでですね、今回はこれで終わりました。えー、昨年より平均点は多分上がってると思います。えーまあ、あいずれにしてもですね、えー、まあ、 もうこれから次に向かって、ですね2、えー、次試験がある人はそれに向かって頑張ってください。えー、そして、ですね、えー、これからさまざまな次第が始まりますけども、当、このお日本旅ではです、ねえー、回答速報をどんどんやっていきますので、皆様にどうしてもお願いがあります、えー。皆様が受けたですね大学入試問題をですね、えー、受験が終わったら消しゴムで消して、それをですね、えー、しゃべったものを1ページ1ページですね、えー、それをお、まあ、あツイッターのですね、えー、ダイレクトメールのところにですね、 えー、送っていただけると幸いです。それをもとにですね、ど、え、ん、ー、どんどんどんこうやって回答速報動画を上げていくことができます。えー、皆様としてはですね、やはりこの、すごく気になると思いますね、えー、同じ問題をほかれてた時にたときに、それがすごく役に立つはずですので、皆様のご協力がないと、これは成功できないので、えー、とても申し訳ないですけどお願いしたいところですので、よろしくお願いいたします。 えー、なおですね、えーまあ、私が出てる、でたね、えお、ー、びでもいろんなねマーチとか、あ総慶のものも挙げてますので、えー、そこら辺も見ていただけると、少しお役に立つと思います。なお、これからですね新年度、仮呼びというでたね、えおびの講師とのほか、ですね、ええーね、1対1のズームオンライン予備校を、ね、立ち上げてみますので、えー、皆様の中でですね、 えーまあ、今これが2年生とか、まあ、そういう方で、えー、そういう先生に習いたいという方がいたらぜひそちらの方にですね、えー、ホームページを見て、えーまあ、お申し込みいただけると幸いです、えー、それでは、ね、またお会いしましょう皆さんの検討合格をお祈りしてますさようなら